はい、どうもカリエです。蘇生院リヴァイア、C 社の死化粧、神級で読み方あったりでしょうかね、ネクロスですね、新しい新降臨ですね、あえて闇属性なんで、まあ実況的にこれ弱点ついたらちょっとあんまりパッと見面白くないかもしれないですけども、ちょっと完成したクロノスパ、じゃあクローリーパーティーが、すいません、なんかグダグダで間違えてまくってんな、クローリーパーティーでちょっと一回攻めようかなと思います。でちょっと今回はちょっとまだちょっとフレンドさんがいるかどうか次第なんですけども、ちょっと2パターンのパーティーで、ちょっと降臨やってみようかなと思います。じゃあまずはクローリーパーで、まず一発目いきたいと思います。じゃあ、フレンドさん選んでいきたいと思います。はい、まずはこちらのパーティーでございます。この前取ったセイバーと、アイスクロボの時に最後に取った、シャルロットで歩行神の、オーディンを入れたクローリーバサミのパーティーでございます。もう俺の中ではこれ光パ完成じゃねって思うぐらいのなかなかいいパーティーだと思うんですけども、どうでしょうかね。ちょっとでかいのいきなり出てきたなまあ相手が闇なのでこっちは弱点、まあお互い弱点なのかになるんですけども、まあダメージ量は結構いい感じにいくんじゃないかなと思うんで、まあもうほぼほぼ、攻めの状態でいきたいと思いますんで、ボス戦やっていきたいと思います。そしたら、ボス戦いつも通りね、ボス手前まで、一回マス進めていきましょう。多分スキルもねうまいこと貯めていけるんじゃないかな、3フロアあるしね。じゃあちょっと行きましょう。はい、今ボス前までたどり着きました。まあ見てる方からしたらちょっともう説明する暇ない、説明するまあ必要ないと思うんですけども、一応パーティーのスキル説明だけ省いちゃったのでちょっと軽く説明しようかなと思います。クローリーはまあもちろん光シフト3です。光の属性のヒットポイントと攻撃力が 2.5 倍になっております。それをフレンドさんと挟んで 2.5×2.5 になっております。でノーマルスキルもご覧の通り1パネで小ダメージと5パネで超絶大ダメージになっております。アクティブスキルが敵全体攻撃力かける100倍の光属性貫通攻撃、防御力無視ですね。今回のネクロスは防御力が高いということなんでかなりこれは使えるんじゃないかなと思います。まあ、ざっくり説明しちゃうと、あとの中身ですね、サブは、セイバー2パネで光属性大ダメージ単体ですね。でパッシブスキルで光と回復パネルが除いた全パネルの出現率下がるということで、光パネルと回復パネルだけ、がっつり出るようになってます。でヒットポイントが1になって味方全員与えるダメージ2倍になります。これが強いです。でシャルロットもねパッシブスキルが1ハンズごとのレート倍率、すいませんめっちゃカミカミだな、この説明言ったかな上昇量が 0.05 上がるっていうことで、コンボすればするほど、攻撃力が上がるっていうことで考えてくれたらいいと思います。でオーディンで、まあノーマルスキルご覧の通りです。でアクティブスキルの、光属性ユニットが与えるダメージ2倍になります。エンハンス持ちでございます。こんな感じでやっていきたいと思っておりますんでよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。まあもうお察しの言い方ならかなりわかるんじゃないだろうかまず進化前、あでも俺ちょっと今回パターン全然見てないんでどうなるかわかんないんですけども、まず進化前にクローリー一発打ち込みます。貫通攻撃なんでどうなんだろうあー面白くないなこれじゃあがっつり攻めさせていただきます。クローリーもう使えませんそんなにいくんだねエンハンス2倍、光属性のエンハンス2倍です。でまあこれは反映するのはシャルロットだけなんですけども、機械属ユニットの攻撃力 1.5 倍になります。はい、でセイバーヒットポイント1になりますけども味方全員が与えるダメージ2倍になります。これでえぐいことになるはずですさらにブーストで 1.5 倍ですからね。何倍だ、もう計算するのもめんどくせえからこのままいきますね。はっ、あーもう1パネルぐらい欲しかったな。あもう死んだ
ですよね。214万が連発されてる、怖い。これ降臨の解説すらできなかったな。はい、ということで、ドヤパーティーでした、すいません。じゃあちょっとやっぱりこうなったか、別のパーティーでいきます。じゃあちょっと2パターン目いきたいと思います。防御力関係なかったね。防御力とは一体、あ、そうだ、ネクロスの軽く説明だけしようかな。じゃあ今回の降臨ユニット結構強いですね。神族ユニットのヒットポイント攻撃力2倍、これが進化するとシフト3になったっけ、確か。はい、降臨系でシフト3は初めてだっけ。あ、いや、レプリカとかいるか。でも神族はまあ言ったら歩行神と同じようなリーダースキルになっております。でアクティブスキルが結構強いです。10ターンの間敵全体の防御力が 80% で攻撃力も 15% 下がります。さらにこれ超猛毒状態っていうのは自分になるのか相手になるのかっていうのがちょっとどっちなんだろう、多分相手かな、ちょっと使ってみないと分かんないですね。で、ノーマルスキルがこうなっております。あのカラフルなね、パネル使ってオベレーション、水属性の特大ダメージは相手に与える、さらにクリティカル率がプラス 44%、 もうほぼ確定じゃねえかなこれ。まあ、あ、でも2回に1回ぐらいはなる感じですね、クリティカル。はい、ということで見事に簡単にいっちゃったな。ちょっとじゃあちょっと考えてたので2パターン目ちょっといきたいと思います。フレンドさんいたらなんですけど、ちょっとやってみようかな。はい、2パターン目いきたいと思います。ライルパですね。ランスロットパーティーです。これはまあもう水パーティー、水シフト3パーティーでございます。うん、まあまあ結構火力はあるんじゃないかなと思ってちょっと今回組んでみたんですけども、ちょっとやってみましょうかね。さあ、でもね、ちょっと真ん中のコーラスはね、ちょっとそんなにでかい火力持ってないので、まあ回復要因ですかね。ここ村雨でもよかったかもな。じゃあちょっと打ち込んでみましょうかね。ほい、さあどんなもんでしょう。あー、うーおー、あーあ、やっぱアリトンが食らわずね、アリトンとライルがいい働きしております。さあどんどん打ち込んでいきますか。回復もしつつ、うん、ロジンもだな、ロジンもそんなにいってねえな。まあでも進化前は全然いけそうですね。ちょっと水溜めたいな。クリティカルで1だ。ヒール、あ、回復か、 OK。 さあここで仕留めましょうか、とりあえず水も溜めつつ。さあ、ここはまあまあちょっとあんまり食らわされてねえのがあれなんだけど、いい感じでしょう。さあこっからガンガン攻めていきますよ。どうしようかな、どういう感じでいこうかな。とりあえずですね、パネル貯めましょうかね。いや待てよ、もう一気にね攻めちゃいます。まず、手札すべて回復パネルになり、一旦の間水属性ユニットの与えるダメージが 1.5 倍になるコーラスのアクティブスキル、デプスアクア、まあ全部ハートパネルになっちゃいます。うん、なんか使うタイミング大丈夫かな。でここで、ロジンの人間ユニット与えるダメージ 1.5 倍、ブーストあった方が良かったかなやっぱり。で、ライルランソルト、ここで一発打ってみようかね。50倍攻撃と、ダメージ軽減、おお、いいね、いいダメージ。ちょっとここで一発いってみようか。できるだけ水と光、闇パネルを重ねていきます。あ、やばい。全然いかなかった。さあでもどんなもんでしたろう。ああ、いいね、いいね、いいね、思ったより食らう。お、
ありがとうございます。一撃でした。あんまりガンガン重ねなくてもいけたね。ありがとうございます。やっぱり2つエンハンス入れるとやっぱ強いですね。ドロップしなかったわ。OK でございます。ありがとうございます。いやー、実はライルランスロットのフレンドさんなかなか今日いなくて、結構、繰り返してたんですけど、フレンドさんを、出すためにね、なんか取れたんで闇のドラゴン取れちゃってね。初ゲットでございます。ありがとうございます。ダインスレイブ取れました。肝心のネクロス取れてねえよ。はい、ということで、まあ、今回2パターン、あ、ごめんなさい、マイクさんを取りました、2パターンやっていきました。まあ多分光パーティーで行くのが結構安定してるんですけども、まあ最近ね、やっとせっかくライルランスロットに再生進化したので、ぜひぜひ使ってみてもいいんじゃないでしょうかということで、今回やってみました。はい、ということで今回はこれで終わろうかと思います。お疲れ様でした。失礼します。